今回扱うテーマは埋め込み文空所構造です。これまで勉強した関係代名詞の使い方は、関係代名詞が来てその後に S とか O の穴があるパターンでした。今回扱う構造は、関係代名詞の後にまず SV が来て、さらにその埋め込み文の中の S とか O が穴になるパターンです。少しややこしいですが、授業をしっかり聞けばわかります。では、授業を始めましょはい、皆さん、こんにちは。今日はモノグラマー、英語モノグラマー、ボリューム1、関係詞の、セクション4を、勉強していきます。今日の、分野は、埋め込み文、空所補充っていう、ところで、結構これ、大学入試で、下線部薬と和訳の問題に出されたり、あるいはこれが軸になって問題作られたりする、まあリーディングですごく重要で、実際英語で、を喋るときとか作るときにもこれ、結構重要になるんで、しっかり理解しようね。はい、じゃあ、まずは、一番最初の、文、The woman he loves、この文章ってさ、もともとは He loves the woman、このラブズの目的語やったやつが、これが関係節になって、で、彼が愛する、この愛するの目的語の働きをする要素が欠けていて、で、ここは、関係詞を入れろって言われたら、フーでもフームでもよかったよね、目的語は。それから後ろに前のセクションで勉強したように、SV が直後に来ているから、だから串刺し省略もよかったよな。 OK で、彼が愛する女性、ところがこの文見て、 Everybody thinks、 みんなが考えている女性じゃないよね。この動詞の目的語ではなくて、この Loves の目的語、これ分かりにくい人、今からその類例、似たような元の文章を見るから、みんなは彼がその女性を愛している。これの構造ってさ、まず Everybody が主語やろ、Thinks が動詞やな。で、この Thinks の目的語の働きを、この ざっと説、これ ざっと は省略はここされてる。OK? で、ざっとは省略されてて、で、この埋め込み文、これは牧先生が埋め込み文っていうふうに言うんだって教えてくれたよな。この埋め込み文のこの動詞、これをちょっとこの V と識別するために丸 V ってすぐで、この動詞の目的語、この目的語が、関係詞、関係節の先行詞になってるわけ。これ先行詞で、で、このさ、下の方の Everybody thinks he loves the woman、 これなんて訳す？彼はその女性を愛しているとみんなが思う。これとっていう日本語はないけど、あ、英語でとっていうのに当たるやつはないけども、ここにだととかっていう、このだはいるかいらんかは動詞の性質によるんやけど、ここに訳すときだとって入れてるっていうことに、結構注目しといてよ。で、もう一回この基本的な文言うで、みんな彼がその女性を愛していると思っている。ほんだらこの文章はここから関係節で、この SV のこの目的語になる埋め込み文のさらに目的語が穴になっている。埋め込み文空所構造って言ってること分かった？動詞のさらに目的語なんかの、内部が空所になっているね。OK? で、これまた目的語の穴やから、これも、やっぱり、フーか、フーム、先行詞は人やな。で、目的語の穴やから、フーか、フーム。これからまた、SV が直後に来ているから、串刺し OK やったな。こう、大体分かった。もう一回これ、訳し方しっかり頭入れるよ。訳し方は、ええか、彼が愛すると、みんなが思っている女性。OK? みんなの大体、頭の中ではきっとあいつはあの女が好きやでって、そういうようなことを思っている。みんなが、彼が愛していると思っている女性。いいだろう、どうだった？
はい、これは、構造がやや複雑になるので結構、リーディングとかの、入試に出るわけ。はい、じゃあ今度はフルセンテンス。今のは名詞関係節っていう普通、名詞の説明をしているだけの、構造でしたが、今度フルセンテンスになって、これまずさ何入れるかじゃなくってまず訳してみよう。はい、トラストは信頼する、信頼する、 OK。で、こいつが先行し、あ、一瞬考えてみて。これ訳口でパッと言える？訳口で言えた？ OK。 彼はあなたが信頼できないと私が思う人物です。きっとあなたのことならあんな奴のことは信頼しないと僕思う、そんな人物ですって言ったわけ。もう一回、きちんとした訳で、彼はあなたが信頼できないと私が思う人物です。ここにやっぱり等を入れんのやったな。で、構造を考えると、ここはプラスと信頼する、この埋め込み文の SV、 ちょっとあんまりぐちゃぐちゃ書くと、分かりにくいんやけれども、で、こっち側に本当の SV があって、 I think が本当の SV で、その埋め込み文、目的語、この I think を、で、あなたが信頼できないと、で、これは Trust の穴やから、もちろん方の穴なんで人先行し、当然これは who、 もしくは whom、 どっちでもええな。で、串刺しももちろん OK。 大体ここまで分かった？ OK？